立て。俺が守る。キャットス。後悔しても遅いぞ。よっと。さあ、いや、さあ。真理は。ラブサノリン。五時の炎。貫こう。おやおや、お客さんが来てたのか。ここですごく長く待ってたのに誰も来てくれなかったんだ。少し休むだけのつもりがソファーが気持ちよすぎてつい眠り込んじまった。そうそう、ぬいぐるみは喋るものだからな。待て待て、二人ともこんにちは。俺って誰だっけ。え、そんなこと聞かれても。えぇ、間に受けるなって。ちなみにオイラはパイモン、こいつは旅。ごめんごめん、寝すぎたからかずいぶんたくさん夢を見てさ。どこまでがそうだな、確か今の俺はドアボーイでここに来る。あん。でも夢ならどれも本当に想像したものって本当に経験したことじゃないのか。お客さん、恐ろしい呪いにかかって溶けない氷に心臓を封印されて、果てし薄い霧がかかった森の中で白牙と一緒に遊び、金色の蝶を追い、そして凱旋する軍隊の一員としてクラッカーの紙切れを浴びながら、女王陛下から勲章を授かる遠くない未来の栄光を想像したあの日。俺にとっちゃどれも本当に経験したことと何の変わりもない。直近の夢も覚えてるぞ。見違えだ別れになった花園の中で、魔女の姉ちゃんが俺にこう言ったんだ。これからあなたはドアボー。そしたら俺はここに来てたってわけさ。で、さっきも言ったけど、ずーっと待ってようやく二人のお客さんを迎えることができた。これでやっとドアボーイとしての責務を果たせるな。他に何か聞きたいことはあるか。お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ。魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ。お客、魔女の姉ちゃんと友達。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持って、でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、創造の魔法を使って幻想の真実を一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだし。他に何か聞きたいことはあるか。オイラたちは図書館に。ここは招待されたお客さんだけが入れ、二人はこれで資格をゲットしたってことだから。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意する。うん。で、違う、オイラはここは一体。おーん、むず。でもドアボーイとして
他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス。ねえ、パフォ？うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にはきっとお客さんは特別で、だからこそ物語の主人公として舞台で手に汗握る戦闘シーンってのは一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだから、もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたらどんなタイトルがいいだろうな。戦記。とにかくもしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンス。他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフ、ね、うん、魔女さんが言ってたんだ。物語のきっとお客さんは特別で、だからこそ物語、手に汗握る戦闘シーンってのは一部のもの、もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたらどんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服記、それとも戦闘編。どれも捨てがたいな。とにかくもしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見、他に何か聞きたいことはあるか？謎は深まるばっかりだぜ。でもケイワットを旅するにはやっぱり度胸がない。ボーボキヒ、ドアボーイとして俺ももっと頑張らないと。疲れたお客さんに休憩の場所を提供。お客さんたちももし疲れたら。俺が守るよ。キランバシュッキ、属性を見下ろす。ノボイヤモモザクザモヤスイトゥ炎の盾タッヤッタッホイタッ。お前にやろう。助太刀参上。いや風よセッター頭が高い。稲光、すなわち永遠なり。Thank you.
食材は全部持ったよ。公務に私情は挟まない。いざ参ろう。逃げ道はあります。動くな。法の裁き。はぁ、料理の時間だ。ここより弱滅の時。もしお客さんが新しいパフォーマンス、友情っていいもんだよな。このオイラもそう思うぜ。胃袋、話を戻すけど、信じることさえできれば、まパフォーマンスのコツも、それでも安心でき、お客さん何の心配もないって。第一、そもそも魔女と魔法使いは違う。それに代償にはおもちゃの勲章を支払うんだからさ。
さ。それに魔女に願い事をするのはこの俺なんだから。仮に俺もお客さんのパフォーマンスが好きだからやりがいがあるさ。あれ、ああ2人は楽しみにしてるぞ。本当に俺を呼んだのか？もみじ散らまく惜しみ、師匠の技を喰らいぬ。影を打つ。邪悪を借り打つ。風が赴くままに。みんながそばにいてくれるわ。雲が借りなく時風の話が通じないならせいマイフッ。俺、みんなは俺がも。もみちは散らまく惜しみ。風の影を打つ。ままに。コウマは我がすべき務めだ。
違い。これがカイド。風の行く先を揉み違う。散らまくを邪魔をするな。やっ、サンダル。やっ、トップ。役割。炭になるがいい。私の降臨を称えなさい。すっこ。
みんなは俺が守れ。話が通じないなら八方の風八方消えろ無能ここだ無能ここだ風よ散れ風よ散れはっくだらない全力コース中風本にキス風よ散れわめくがいい無能お前と共に戦おう。食材は全部持ったよ。みんなは俺が守れ。師匠の技を喰らいなさい。武器を捨てろ。これは邪悪を狩り撃つ。装填